こんにちは、シロです。今回もライトの紹介動画になります。はい、本当は前回の塗装が一発で腐食したライトと一緒に紹介しようかと思ったんですが、まあ、ちょっとそれとは別で紹介しようかなってことで、別の動画にしてみました。まあ、あのライトと一緒にもう一個別のライトも注文したんですよね。で、それがまた同じく、シーフロックスのこういうなんかコンパクトなライト、何ライトっていうんだろう。で、これ、ですね、充電式で、まあ、4分の1穴がついてて、まあ、このボールのやつもついてました。まあ、なんでね、こういう感じで、つけることができます。で、ライトが2種類あってですね、1個は普通のライト、これ前回のあの腐食ライトより2倍の明るさがあります。確か2000ルーメンぐらいあります、マックスだと。で、1段階弱くで点滅、これは一緒ですね。で、もう一個のボタンの方は赤ライトも赤ライト、青ライト、赤ライト、青ライトが、点灯します。で、この先端はですね、取り外すことができて、で、この先端がないと、拡散するような光になります。これをつけると若干こう電球みたいなライトになって、外すと拡散するようなライトになります。で、これもう一個パーツがあってですね、このスポット部品も付属してるんですよね。これをつけるとですね、こんな感じでスポットライト当てることができます。こんな感じ、もちろん赤いライトも当てることができます。これね、ちょっと作例が、ライト使った作例をお見せしようかと思ったんですが、ちょっとマクロを撮れるポイントがなくてですね、作例までは、撮れなかったんですが、まあ、こういう、スポット部品もついてるよっていうライトですね。で、充電はこのライトの後ろからこの10円玉みたいので開けて、タイプ B 充電になります。まあ、充電式で、取り外すことができないんでね、飛行機に持ってけないかもしれないですね。これは手荷物でも預け荷物でも、飛行機では持ってけないかもしれない。はい、こちらのライトなんですが、これも、前回の腐食ライトと一緒で、アリエキスプレスで買いました。で、これもシーフロックスなんですよ。なんで、もしかしてこれも一発で腐食するんじゃないかと思ったんですが、これはなぜかどこも腐食はしておらず普通に使えました。はあ、何だったんだろうな前回のライトはって思ったんですけどね。はあ、はい、というわけで、このコンパクトなライトのご紹介でした。まあ、ただ、飛行機では持ち運びできないような気がするんで、まあ、その辺は、購入される方はご注意ください。それじゃあ、バイバーイ。